皆さんこんばんは、あやです。はい、ですね、前編見ていただいた方はですね、私の2020年新作映画ランキング147本中のベスト10をお送りさせていただきました。後半はですね、天国のベスト3と地獄のワースト3、そして総括を2020年の映画どうだったかっていうのも挟んでいきたいかなと思います。はい、というわけででございますね。おさらいしましょうか。まずベスト10、ドルフィンマン、ジャック・マイヨール。で、9位、レ・ミゼラブル。8位、燃える女の肖像。7位、ハチドリ。6位、リトル・ウィーメン。ストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語。5位、イップマン完結。4位、スウィング・キッズでございます。はい、というわけでですね、天国のベスト3を行ってみましょう。それではベスト3。はい、というわけでですね、ベスト3はですね、寄生虫、パラサイト、半地下の家族でございます。はい、上半期ではですね、スイングキッズの方が上だった。しかしですね、超えてきた寄生虫。なんだかもう感慨深い。先日ですね、地上波でもノーカットで放送があったということでですね、吹き替えを私もちらっと見てたんですけども、すごいね機会すごいなと思いました。字幕は根本理恵さんでございます。はい、寄生虫もですね、パラサイトもですね、私レビュー上げておりまして、ポンジュの監督が世界で一番好きだと豪語しながらですね、ジャージャー麺は違うよとかいうわけのわからないことを言ってるレビューが上がってるので、もしよかったら見ていただければと思います。根本理恵さん、すいませんでした。根本理恵さんの方が正しいに決まってる、当たり前だ。ちなみに根本理恵さんは今やっているプサン行き2の字幕もされているですね、韓国映画では非常にですね、信頼のおける字幕の方なので、ぜひ皆さん、よろしかったらプサン行き2もご覧くださいませ。はい、もうボンジュの監督の新作がですね、ベストに入ってこないわけがなくねっていう説明しかないですね。で、いろんなですね、考察とか深い意味とかですね、どんどん話をですね、汲み取っていくと、非常にいろんな意味合いですとかメッセージが込められたですね、もうなんともやっぱりポンジュらしい映画というほかないかなっていうふうに思います。で、ネットフリックスで配信がお正月から始まってるので、私もですね、普通の2回ぐらいと白黒を1回ぐらい見たんですけど、劇場ではね、2回しか見れなくて、やっぱり見るたびにですね、いろんなことがですね、これってそうなのかな、あれってこういう意味じゃないっていうか、っていうことの連続で、いろんな方はですね、SNS とかでこれはこうだとかそうだとかいうふうに挙げていただいてるんですけど、やっぱり自分で考えて気づく方が超楽しいっていうですね、何回見ても最高のポンジュの作品でございます。説明不要かと思うので、ストーリーいいですよね。やっぱり牛くんの英語がなかったっていうのはやっぱり原点ですね。まだ言ってる。あとなんだろうな。何回も見て思ったのは、そうですね、やっぱりもう2019年もそうなんですけど、2020年の賞レースをもう席巻したということですね。オスカーの、予想をですね、私は3面で先生1917を予想にしていて、で、願望がもう寄生虫、もう寄生虫がノミネートされてるやつはもう寄生虫が全部取ればいいみたいなことを言ってたと思うんですけども、願望が叶ったということで、オスカーの時はもう本当にもうボロ泣きしました。友達と一緒にワイワイ見てたんですけども、ソジュで乾杯しましたね。はい、もう本当にもうなんだろう、一応多分ハリウッドがそういう流れになってるのかなと思います。発表がね、どんどんね、脚本と私撮影ぐらい撮るかなぐらい思ってたんですけども、監督賞取ったよね、監督賞って取ったし、監督賞取ってないかもしれない、まあいいや、なんとですね、4部門取ってしまうという、もう思った以上の快進撃を見せてくれた寄生虫はですね、本当に素晴らしいし、そのアジア系の映画っていうのはやっぱり増えたのかなというふうに思います。フェアウェルもそうだし、あとはそうだな、今年一応3月に公開というのミナリもありますし、その前のクレイジーリッチエイジアンから多分続いてたのかなというふうに思いますね。
その今年じゃない2020年はあの BLM の運動があったりして、その人種どうたらみたいな話題がですね、政治的にもですね、こういった娯楽的にもいろんな意味を持つようになってます。それがですね、やっとアジア系の声が出てきたなっていうのは思いますね。例えばあの年始になったハスラーズとかもそうですよね。主人公のコンスタンス・ウーはアジア系ですしね、クイーンズ出身だけどとか、まあそういうようなことがあって革新的かなというふうに思います。文句なしのベスト3でしょ、というかベスト1でもいいよね。はい、というわけでベスト3でございました。それではですね、ベスト2、はい、ベスト2、ミッドナイティースでございます。ミッドナイティース思い出したわけでなく、もうね、あの好きなところしかない好きなところしかないし、やっぱ信じててよかったなっていうですね、期待感にあの100倍返しで応えてくれたっていう感じですね。正直あのパラサイト寄生虫は期待値がめちゃくちゃ高かったから、もうそれ見る前と見た後同じ感想だったんですよ。もうあの素晴らしいに違いないが素晴らしいに違いなかったから、それはいいんですけど、ミッドナインティースはやっぱりジョナヒが初監督作品ということで、あのすごくいい評判聞いてたし、私はすごく期待してるっていう話を友達にしたら、もうその期待通りだから安心していいよって言われてたんですけど、やっぱりちょっと不安じゃないですか。すごく期待しててすごく良くなかったら嫌だなとか、そういう思いとかも全然汲み取ってくれるし、想像してたのと全く違いましたね。ジョナヒルだからコメディなんじゃないかみたいな、そういう先入観って本当に良くないなと思ったし、あのジョナヒルがですね描いたこの90年代のスケボー映画っていうのが、90年代のスケボー映画はですねあんまりないって私ずっと言ってるじゃないですか。パラノイドパーク、そしてロードオブドクタウン、そしてですねあと2019年のスケートキッチン、そしてあの2020年ありました雪止まりの世界に生まれてなどなのですね、あのスケボー映画なんかちょっと多くなってるのかなっていうふうに思いますが、まあちなみにスケートキッチンすっごいいいんですけども、あのミッドナインティースね、こいつをカメラ持ってるキッズがもう本当にね、ジョナヒルなんだよ多分彼が。でですね、あとルーカス・ヘッジス君のあの怖い怖いお兄ちゃんもすごく良かったし、であのお母さんのね、私はあのお母さんとてもダメだと思いますね。そういった鬱屈感と、あとやっぱりこの時代だからこそのこのレベルの貧困感っていうのもすごくリアルだなと思ったし、あとはですね、もうなんだろう、もう青春の1ページみたいなのが本当にもう私好きなわけ。青春映画がとにかく好きなわけ。っていうかジョナヒルがめっちゃ好きなわけ。だからジョナヒル特集とかやってるくらいだからめっちゃ好きなわけ。ただですね、あのグッチーズフリースクールさんのミッドナイティース公開記念のトークショーみたいな YouTube で見たんですけども、私全然知らなくて、あのジョナヒルってですね、スパイク・ジョーンズと仲いいのね。スパイク・ジョーンズですよ、スパイク・ジョーンズ。わかるよ、スパイク・ジョーンズ誰か。あの、おしゃれのゴンゲみたいな人。ハーとかのね、あの、まあ、菊池凛子の元彼だったりもするんですけども、そんな、おしゃれのゴンゲみたいなスパイク・ジョーンズと、あの、俺たちのですね、デブのね、ジョナヒルが仲いいとか言われたら、えって思うじゃん。ジョナヒル、スパイク・ジョーンズと仲いいジョナヒルでもセス・ローゲンと仲いいジョナヒルの方が好きってなるじゃないですか。でスパイク・ジョーンズがですね、このカメラマンさんもですね紹介してくれたりですね、あのスパイク・ジョーンズ多分あのお話をしてたみたいなんですけども、お話をしてたからこそこういう色味のですね、もうあの真正面からの青春映画、青春映画としてもすごくいいし、何よりももう素晴らしいスケボーの感じと、もうあの終わってしまう不可分なですね、あの青春の時を一緒に過ごす仲間たち、そしてもうファーストカットからもボロ泣きですね。あのスケボーが並んでいるファーストカットも、私あそこの時点でもうめっちゃ泣きますので、すごい涙もろい女でございます。はい、というわけでベスト2がミッドナインティースでございました。それではですね、栄えあるベスト1に行ってみましょう。はい、栄えある私の2020年に見た新作映画147本のうちの1位はですね、なんとボラット2、英国なるカザフスタンなんたらかんたらどうたらこうたらって超長いタイトルがついていますが、とりあえずボラット2でございます。こちらですね、劇場公開がなかったんですけども、Amazon プライムの方で、独占配信ということでですね、大統領選の前に公開をしてきたというですね、なんとも周到な、ちょっと他のところがね、すいません、ちょっと折れてて、なんとも周到なサシャバロン公演にしてやられたっていう感じですね。
なんと14年ぶりボラットが出てきたのって2007年だか、そうだよね、14年ぶりにボラットが出てきたということで、ボラットはもう顔バレとかしてるし、もうサシャバロンコイン超有名な人なので、劇中でもあボラットじゃん、ボラット写真撮ってよとかですね、言われるので、もうボラットはですね、サシャバロンコインも言ってたんですけど、もうこの、アイコンは使えない、もう有名になりすぎて使えないみたいなことを言ってたんですけど、そこにですね、娘という名のですね、別のキャラクターを登場させることで、うまいことやったなとしか言えない。お名前何でしたっけ？ブルガリア系の女性でちょっとね、名前が難しいんですけど、今、助演女優賞にノミネートされまくりですね。やばいですね。2020年はですね、新型コロナウイルスが蔓延してしまって、皆さんの生活状況だとか映画を鑑賞する見方だとか、私なんてね、生活自体がもうゴロッと変わってますからね、そういったところで非常に大変なことが起こって、でそのですね、新型コロナウイルスを広めたのはなんとカザフスタンが故意にやってたということがですね、この映画に書かれておりますので、はい、トム・ハンクスに移したのもボラットです、はい。というわけでですね、だからボラット2の魅力ってなんだろう、もう見る前っていうか、アナウンスがめっちゃ短かったんですよ。これかなり秘密裏に撮影されてて、かつですね、コロナ禍のですね、映像がかなり多いので、今年作ってるはずなのに編集めっちゃ早い、選挙前にバーンと出したっていうのも含めてですね、サシャ・バロン・コーヘンを含めこのボラット・コールの仕事の速さと、今のですね、現代に合わせたニュースにきちんとはめてくる感じも含めて、すべてやっぱり素晴らしいし、相変わらずエッチだなっていうふうに思いましたね。もうなんだろう婦人科のお医者さんのところに行く話とかもほんと爆笑だし、で、シナゴーグに行くシーンはね、あれはちょっとね、裁判になったっけ、結構シナゴーグのいるユダヤ人のおばちゃんいたじゃないですか。あの方も亡くなったんですって。だから、ちょっと遺族がいろいろやっぱりちょっと、いろいろ異を唱えたらしいんですけど、まあ、なんかもう、普通に見れる感じですよね。まあ、多分サシャバロン公演で、これでまた訴訟をバカバカ抱えるとかなと思うんですけど、そういうことも超越したですね、存在になるので、サシャバロン公演は、訴えられるなんて日常茶飯事だし、きちんと契約書も交わしてるだろう、ファックオフっていう感じですよね。あと、サシャ・バロン・コインのインスタで、撮影の裏側みたいなのが見れるので、ぜひ見ていただけると、めちゃくちゃ危険なので。The scene in the film finds Baron Cohen as Borat singing a racist song at a march for our rights rally. Go. The doors are locked? Yes, it's locked. You, hold it. Hi.うわっっていう風なのがですね、見えます。ぜひぜひ見ていただければと思います。あと面白いのがですね、そのサシャバロン公演ってユダヤ系のイギリス人じゃないですか。で、この娘役を演じたのがブルガリアの女優さんなんですけども、2人はカザフスタンから来てるっていうことで英語が変なんですね。なので2人はですね、カザフスタン語を喋っているみたいな体でラテン語とブルガリア語で2人ともセリフを言ってるんですよ。だから会話全く成立してないにもかかわらず、なんとなくそういう風に聞こえちゃうってですねカザフスタンは怒ってもいいと思うのに、優しいよね、本当に器が広いなと思いますはい、最高なので、本当見てない方は見てください。ちなみにこのマンキーにはですね、マスクに変わっておりますので、それもいいかなと思います。はい、というわけでですね、私のベスト10はこんな感じでございます。というわけでですね、これからは楽しいお時間ワースト3をご紹介したいと思います。まずはワースト3はですね、コリアタウン殺人事件でございます。これもですね、配信 Amazon プライムだったと思います。配信のみのものなんですけども、どんな話かっていうと、アメリカで起こった、韓国系のですね、女性の殺人事件を追ったお話ということでいいのかな。一応ドキュメンタリー、本当の事件があって、それをドキュメンタリーで撮っているみたいなお話、一応そういう映画なんですけども、これは単純にゴミみたいな映画でした。普通に出来が悪いし、下手くそだし、もうコリアタウン殺人事件みたいなですね、タイトルをつけて、なんかコリアタウンがですね、割り食ってるみたいな、そのレベルなので、本当にレベルが低くて下手くそで、
と何の原因追及にもなってなくて志もない映画っていうのがですね、今配信とかで見れたりするので、まあそれもいいかなと思いますね。もうこただ単にダメな映画です。はい、面白くもないしね。はい、というわけで第ベストワースト3は普通にダメな映画コリアタウン殺人事件でございました。それではワースト2。ワースト2はですね、上半期と変わらずメロでございます。はい、今泉監督、申し訳ありません。今年街の上で見たかったよ。なんかね、あの頃と街の上でがこう逆転して今年公開されるらしいんですけども、おいっていう感じがちょっとありつつですね。メロは本当に私苦手。本当にもう、うん、こういう言葉私嫌いなんですけども、大嫌いな映画ですね。見た時にも大嫌いだったし、なんだろう、見返して、配信で今見れるので見返して、って思ったんですけど、やっぱりもう嫌い。やっぱりクソガキですよね。クソガキ、このクソガキのせいで全てが台無しになったし、そのクソガキの言ってることがこの話とですね、噛み合わないんですよ。クソガキのこの考え方がなければすごくですね、いい話になってるにもかかわらず、こいつ何なのっていう感じ満々ですね。どないしたかなとも思うし、それを読むと、なんかもね、もう最初の段階でもうこれはダメなんじゃないと思って見ると、すべてがマイナスに見えてしまいましたね。なんかね、もう、ラーメン屋の女の子となんですね、ダラ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 したですね、実はこうだった、ああだったっていうですね、日の暮れ方とかもですね、もうめっちゃロケハンちゃんとしろよとか思いながらね、そういうのがですね、ちょっと目についてしまう感じのですね、田中圭のですね、花屋さん別にいいけども、虚構でも何でもかんでも、まあ、とにかくもうクソガキが本当に嫌いで、この考え方が嫌い、この考え方で作っている映画が本当に気に食わないっていう感じですね。2020年だよ、こういうこと言ってもいいの。しかもヒズと同時期に公開するのがこういうリテラシーっていうのが本当にどうかと思いますね。はい、でも今年の今泉監督のあの頃街の上では楽しみにしてます。はい、というわけでベスト、栄えあるワースト1でございます。はい、ワースト1はですね、はい、私がですね、何かにつけて口汚く罵しております。キュウソはチーズの夢を見る。でございます。ユキサラ監督か。ユキサラ監督今年の2020年劇場があったじゃないですか。劇場はね、私ね、話はそこまで感情移入できなかったけど、やっぱり同時配信してくれたっていう、本当にありがたみがあって、劇場はかなりランキングの上の方なんですけど、このキュウソはチーズの夢を見るは、本当にね、本当の本当にあれよ。ちなみにこれもレビュー上げてるのでよかったら見てください。そのレビューのね、バットボタンがね、もうちょっとで100いきそうなので、ぜひ皆さん100までいくのにバットボタン押してください。はい。キュウソはチーズの夢を見るは、私完全に原作ファンとしても、原作がありきの映画化としてもダメですし、普通に映画としてもダメだと思いますよ。だってさ、大倉とマモちゃんよ。マモちゃんって成田凌くんのことなんですけど、大倉とマモちゃんのこのビジュアルだけ見てたらもう最高の予感しかしないじゃん。最高の予感で超期待していったら、土着そうなもの見せられて、もうイライラしてました。見ながらイライラした。まあ、正直ね、笑い半分、イライラ半分ぐらいですね。結構笑える。下手すぎて。結構笑えるんですけども、いろんなご意見いただいたりするんですけども、私全部論理的に返せるぐらいダメな映画だと思ってますよ。で、映画としてダメなのは、その原作も履き違えてるから、こう読んでないとしか思えない。し、原作に対するリスペクトがないし、で、そもそも生活感がまずないし、で、生活感がなくて、そのいろんなですね、歪みが映画とかって生じるじゃないですか。スポンサーのいろんな関係があったりとかすると思うので、そのスポンサーに対しても不誠実であるっていう、映画としてこれを出すことによって誰の得にもならない。俳優さん2人を服を脱がせてヌードシーンまで撮ったよりもかかわらず、そのセックスシーンがめちゃくちゃダサい。いや、どうなの？映画として本当にダメだと思いますよ。びっくりするぐらい。2020年アルプススタンドの端の方のジョージョ監督の性の劇薬っていう、結構ですね、
踏み込んだ BL 漫画の、実写映画化があったと思うんですけども、まあ、あそこまでとは言わないけども、やっぱりですね、あの、小宮貴さんの描くセックスシーンは本当に男対女でも男対男でももう本当にですね、最悪って言っても多分いいと思います。現行最悪で、ね、もしかしたらさらに下が現れるかもしれないからだけども、あの、2020年の段階で現行最悪っていう感じですね。はい。だったら描かなければよかったじゃんくらいに思いますし、絶対に原作読んでない。絶対に。原作読んでたらこうなるわけがない。あと本当に映画作り下手。っていう感じですね。雪原監督もいいっていう感じします。はい。というわけでですね、あの、地獄のワースト3はこんな感じになりました。やっぱり映画をディスるときほど私は生き生きしてまいりますね。はい。ではせっかくなのでですね、2020年の映画総括、まあ大体どんな感じだったかなっていうようなお話もちょっとしようかな。あのね、映画館に行けないのってほんとストレス溜まるの。新作が見れないっていうのもストレス溜まるし、じゃあ配信で見れるのもあるじゃんって、まあ配信で見れるの結構あったんですけど、ありがたかったんですけど、映画館で映画見るのって超楽しくないですか？私ね、リトルウィーメンとか、イップマン完結を、あの、ね、私のこの、しょぼいね、ラップトップで見てもですね、やっぱり最後にですね、もう感動して涙を流した後のエンドロールが終わった瞬間思うのは、この映画、映画館で見たかったっていうのがですね、結構繰り返されましたね、後半。だから、あの、上半期とか春頃に公開されたものが配信になって年内には見れたんですけども、すごくいい映画を見るたびに、あ、これは映画館で見たかった。これは映画館で見たかったっていうことが結構連続だったので、非常にですね、悲しいかなと思いました。やっぱり映画館が好きなんだね。で、映画館で映画を見ることの魅力っていうのは何なのかな？自分の中でいろいろ考えたんですけど、やっぱりですね、音もそうだし、画面もそうだし、あとやっぱりですね、他の人と一緒に映画を見るってすっごいいいわけ。で、自分と違うところで笑ったりとか、自分と違うところで驚いたりとか、なんか一体感が絶対にあるの。で、なんか見終わった後にですね、自分と同じ感想を言ってる人もいれば、自分と全然違う感想も言ってる人もいるし、とにかくあの没入できる空間っていうのが非常に素晴らしい。家で映画見てるとめっちゃ時間かかるの。2時間の映画見るのに5時間ぐらいかかるんですよ。あの注意力が散漫だから。なので、あの、時間もめっちゃかかるし、本当に家で見るのはおすすめしないっていう感じですね。あ、なんでかって私、医療関係の仕事してるから、あの、いけないっていうのと、まあ、自粛はありますよね。皆さんもですね、映画館がちょっとですね、控えられたりしてる方も多かったかなと思うんですけど、その中ででもですね、いろんな作品を見てですね、いろんな感動を映画館で得られた皆さんが非常に羨ましいですし、私もこの中で、ほんとパラサイトがね、年始で良かったなっていうのをめちゃくちゃ思いましたね。はい。皆さんの映画生活も変わったんじゃないかなと思います。私もですね、無作為に、これとこれを見たいから間にこれを挟もうとかですね、そういう見方をちょっとしなかったかなっていう感じがありますね。で、まあ全体的に見て、やっぱり非常にレベルが高いというかですね、それこそさっき言ったフェアウェルとかですね、あの、私のジョーダンのですね、黒い司法ジャストマーシーとかもそうなんですけども、1917もすごく良かったです。さすがサム・メンデス監督っていうか、ロジャー・ディキンスっていう感じなんですけども、あと配信になったですね、リス・アーメット氏のサウンド・オブ・メタルとかもめちゃくちゃ良かったし、さっき言った、あの、スケボー映画雪止まりの世界に生まれてももうね、ドキュメンタリーといいところをですね、詰め込んでるというか、本当にドキュメンタリーかっていう感じなんですけども、チャリエンも好きだしね、で、邦画だったらやっぱりスパイの妻とか、で、劇場もかなり上ですし、メドエトランデとかも好きですし、なぜかですね、アントラムがだんだん思い返すのにすごい上で上がってくるの。見に行った時は何も知らずに行って、見たら死ぬって言われて、えっと思って、その後の映画の展開で、ああなって、えってなるじゃないですか。で、その劇場体験自体もすごく貴重だったなと思うし、なんか、やっぱり応援すなり、あの映画かなりあのアート映画なので、良かったんじゃないかなとか思いつつですね、ハリーボーイもすごく好きなんですけども、いきなりですね、あの、ツイグスチャーがですね、あの、訴えたりとかしてるので、もう土着そうっていう感じですね。もうなんだよ、もう、訴えるとかもう、シャイアーラ・ウォーフはもうまだ女関係とかもそういういろんなものものが、あの、片付いてないじゃねえかよ。何なんか振り返ってるんだよって感じですね。もう突っ込み以外しかない。で、韓国映画も実はそんなに見れてなくて、ただですね、私割とこう、邦画をもともとそんなに見てなかったんですけど、なんでかっていうと、そこまで手が回らないっていう感じだったんですね。でも、あの一時期邦画しかやってないぐらいのレベルだったりとか、例えばその知り合いの映画を見に行って、その、あの、
その知り合いのご縁でいろんなものを見たりとかして、割とですね、インディーズ系の方が、慈しみ深きだとか、アボガドの硬さ、ロストベイベーロストとかですね、結構そういうところで、今まではですね、チェックしていなかった邦画のインディーズ映画とか、本気の印もそうだしね、そういうのにですね、結構出会えて、自分の知らなかった世界っていうのが、ああ、いいなっていうふうに思いました。結構それはやっぱりご縁なので、殺さない彼と死なない彼もそうか、もうここで言うともご縁なので、そういったご縁にはちょっと恵まれていたかなと思います。一瞬だけどね、ほんと一瞬。やっぱりあの一瞬の間に来てくれてよかったっていう感じかな。で、あとはまあみんな流行ったテネットですね。テネット楽しかったし、ヨットファンが全然増えてくれないので、ぜひですね、皆さん見ていただければと思います。っていうか、今年オリンピックどうなるんですかね。オリンピック競技ヨット入ってるので、もしヨットあったら見に行きたいんですよ。江ノ島でやるから。それどうなんだろうなって思いますね。あとみんな盛り上がったの、鬼滅ですかね。鬼滅はごめんなさい、私見てない。なぜかちょっと、鬼滅を、人が減ったら見に行こうかなと思ったら、全然人が減らなかったから。っていう感じです。人減らないまま PCR で行っちゃったっていう感じですね。見たくないから見てないんじゃなくて、そこまで手が回らないっていう感じでございます。あとはドライブインシアターやってる、あれはちょっと行ってみたい。あれだったらいけるかも、いけるかな、いけるかなっていうか、いけるかな、まあいける機会があったらドライブインシアターめっちゃ行ってみたいですね。イオン系列が結構やってくれてるので、ナイスですね。商業施設には大きい駐車場があるし、映画館も入ってるから、企画自体はばっこりだと思いますね。あともう一つ特徴としては、そのミニシアターはやっぱり映画ファンが救ったのかなっていうのが結構印象が強いなと思います。まあ今年ね、ミニシアターで起こったいろんなそんなことやあんなことが全然解決してないっていう問題はですね、これからもずっと論議していって改善していきたい、改善いってほしい問題もお決まりになりましたが、頑張ってる皆さんすごいなって本当尊敬の念しか、尊敬してますとしかもう本当言えなくてごめんなさい。まあ観客がどうこうできる問題じゃないからね、ああいうのが。はい。あとはですね、シネコンは本当に鬼滅が救ったっていう感じですよね。ドラえもんじゃなくて、鬼滅が救ったっていう感じですね。両方向でですね、日本はこういった形で映画館が一応救われたみたいな感じに2020年はなったんですけども、2021年またですね、緊急事態宣言が出てですね、いろんな営業の仕方とかも難しくなったりとか、劇場さんがすごくですね、気を使われたりとか、いろんなことがあってですね、まだまだわからないかなと思います。ぜひですね、もう一回ちょっといろんなクラファンをやっていただければ、劇場ごとでも構わないので、出せるだけの、もう私なんてね、ド貧民なんですけども、出せるだけのことは出すので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけですね、2020年の総括としては。あ、下の方の話もします？ワーストの曲とかも出てきますね。ザ・ハッスル、アン・ハサウェイとレベル・ウィルソンのですね、期待だけは上げたくっそつまんない映画とですね、少女は夜明けで夢を見る、これ金吐きに入れた嘘臭いやつとですね、ボーイズ、水が汚い映画、プリズンエスケープ、ダニエル・ラドクリフのわけわかんない映画ですね。めちゃくちゃ無理していったらようわからん。で、死人層の殺人とかはですね、一応ね、年またいでかかってたので、エンディングがパフュームっていうのしか覚えてないですね。あとはまあ配信のグッドボタンとか、まあこれもね、結局報われないという話だったし、アングスと不安はわけわからんし、イズ・アビセントはまあこれもですね、ようわからんかったし、あ、レッドとかも私ようわからんっす。っていう感じかな。まあ、そんなにハードルくじ引いてないか。結構いい映画ばっかり見てました。はい。で、やっぱりその映画館に行けなかった分、配信に頼った部分もあったんですけど、配信オンリーがですね、やっぱり豊かだったかなっていうふうに思いますね。これもあれもそれも配信？この監督の新作が配信？じゃあ、映画館で買ってほしいよ、そりゃね。ただ、私が個人的に見れないから、ありがとうございます。っていう感じもありますね。そんな感じで2020年の新作映画と向き合いました。旧作はねそんなに見てない、100本も見てない感じ、というわけでですね、2021年もちょっとスタートから個人的につまずいておりますが、皆さんもですね、いろいろあって、見に行きにくかったり、行っても気を使ったりとかいろいろあると思うんですけど、映画館で映画を見るっていうのは本当に素晴らしいんですよ。やっぱり映画も素晴らしければ、その体験自体が記憶に残るから映画館が私は好き。だからその映画館に行けるときにはですね、行っていただいたりですとか、気をつけていただいたりですとか、でも配信でもすごくいい作品が詰まって、だって1位配信だからね。ボラッと1位してる人っていうのはそんなにいるのかどうかっていう話なんですけども、まあまあそれも置いといて、2021年も皆さん、いろんな映画を見て、いろんな映画館に行ったりして、
良い一年をお過ごしいただければなと思います。そして私のですねレビューもですねいろいろちょっと困窮しつつもですねなんとかちょっと新作レビューを上げていければなと思いますので、ぜひですねこの私のランキングを見ていただいている配給の方とかがいらっしゃればですね、なんで映画館行けないのかしょうがないな見せてやるかみたいな感じで見せていただければですね非常にありがたいかなと思います。新作では多分そんなにまめに更新ができないと思うのでちょっといろいろ考えたいと思います。よろしければここの横に置いてあるですねこれ何かというと2020年に私が購入した、ソフトでございます。棚に入らない分は買わないとか言っといてこれですよ。この紹介もよかったらしていこうかなと思います。興味ある方がいればなんですけども、はい、というわけでですね2020年遅くなってごめんなさい出すのが、はい、というわけでですね長い長いランキング動画を見ていただいてありがとうございました。ぜひですねもう配信とかですねレンタルが始まってる作品も多いので、皆さんはですねちょっと自粛中で何見ようかなとかなった時に見ていただければと思います。特にワーストの方見ていただければと思います。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。今年もよろしくお願いします。バイバーイ。